皆さんこんにちは。飛騨の周知アルティメット太鼓講座ボリューム25ということで、今回は前回に引き続き、グルーヴを、紹介したいと思います。このハイハットシンバル、そしてシンバルを使うんですけども、最近太鼓の、プレイヤーシンバルを使う人がたくさん増えてきまして、そこで一つ、正しいシンバルの打ち方というのを紹介したいと思います。シンバルというのは本当にこう揺れるんですけどもね、スティック、バチの当てる場所で随分音が違います。例えばこの先端を使って打つ、先端を使うとシンバルが表面的にしか響かないためにとってもこう嫌な痛い音になることが多いです。で、僕は太鼓のバチのより真ん中に近いところを当てたり、この辺を当てたりします。こう押し込む感じですね。かといって押さえつけるわけではないんですけども、そうすると太くてまろやかな、とってもこう響きのいい心地よいサウンドになります。それを意識して、今日はプレイしたいと思います。テーマは少しシャッフルしたセカンドラインです。ありがとうございました。次回をお楽しみに。